腰痛いときってこう突っ立ってるだけでも腰痛いよねっていうことで、なんとなくまた始めて息まっしょい、はいはい、ってことで、ことの顛末です。今年の1月末ぐらいにスティーズ SV だったっけ、発売日とされていて、でそれで、2月の末ぐらいまで立ってもまあ買えなかったと。でまあこれはもう買えないだろうということで、予約キャンセルしに行きました。予約しに行った店でね。で予約したついでに何か代わりのものが欲しいかって、まあね、ただ単に予約キャンセルしに行くだけっていうのもなんかね、手ぶらで行って手ぶらで帰るみたいな感じだから、まあその折にまあロットコーナーね、立ててあるやつね、ロットコーナー見に行きまして、適当にロット触ってると、なんか初めてですね、おってなったんですね、その特定のロットですね。で、最終的に2種類、2種類、片方は、結局買わなかったんだけれども、ブラックレーベル、ブラックレーベル SG の631MHFB-FR だったっけ、なんかカエルのマークがついてる、まあ短いそのフロッグロットっていうやつだったと思うんだけれども、それと結局もう片方のロットとの違いっていうのが、そのまあまあ断りもなく、その床のカーペットにちょっとティップを押し当てて、その曲がり具合ですね、そのわずかにね、その買わなかった方のロットがね、わずかにそのファストっていうんですかね、ちょっとその思ってたよりも手前で、ね、ティップの方でへなって曲がる感じの、ね、アクションだったから、それでまあまあ結局その違いでもって、その僕、ね、そのもう片方のロッドを買ってしまいましたね。まあまあまあ、スティーズ SV じゃない、スティーズエアーか、あれはね、スティーズエアーがまあまあ6万円かな、6万5000円ぐらいだったっけ、に対してまあ3万円のね、ロッドぐらいだったらまあまあ半額ぐらいかな、まあ釣り合ってるとは言えないんだけれども買いました。でその時のロッドがこちらになります。ブラックレーベル、ブラック BLXSG681MH でスラッシュ MFB ですね、うん、ワンピースロッド、ほらワンピースね、ワンピースロッドね。でそのおってなった理由っていうのも、その表記上、まあ6868、まあ、6フィート8インチですね。で、ティップが MH で、バット側が M ということで、そんぐらいだったら、その、ね、今まで持ってる竿で、スティーズの旧トップガンが631で MH、ティップが M で、バット側が MH というアクションのロットのと、あとその、なんだったかな。ハートランドのロドリコラブ の、柔らかい方、リアルバーサタイルの方が同じ表記で、ティップが M でバット側が MH という差を持っていたから、その、まあ、表記上この、ね、ティップが MH でバット側が M だったら逆だなということで、でちょっと手で、まあ、その時は手だけで触っておってなったわけですね。そのなんかその思ってたよりも、そのまあ硬いし、その手前じゃなくてちょっと奥っていうかな、そのベリー側で、そのティップからベリーにかけて、そのグッて曲がってくれるような感触やったんですよ。でおってなったわけですね。でまあまあ断ればいいのに、断りもなく、ね、お店のカーペットでした、あくまでそのカーペットっていう前提でね、カーペットでグッて曲げた時におって、すごいその僕が思うクソみたいなロットっていうのは、そのティップだけ、ティップからベリーにかけてへこって曲がって、そのね、それ以降ベリーからバット側が全然曲がらないみたいな、そういう気色悪いロットを気色悪いと思ってたんで、その逆ですね、グーって曲がってくれて、おってなったわけですね。で購入しました。でその以降ですね、購入してまだその時はね、グリップにまだね、あのラップって何で言うんだっけ、シュリンクって言うんだっけ、シュリンク巻いたままで、その和歌山の岸川市にあるあの竿屋さんに持ってって、で、はい、1ヶ月かな、約1ヶ月経って戻ってきました。で、今日に至るって感じですね。ね、そのグリップジョイント
グリップジョイント、パッドジョイントっていうんだっけ。やけれどもそのね、681からワンピース表記なんですね。結局僕欲しい欲しいと言ってて、まあまあ用途的にね、いらないから、未だにっていうかもう廃盤だけれどもね、あのシリーズのハリアー80、あれがその802ですよね。あれがグリップジョイントでありながら、一応あれね、2ピース表記だったけれども、今はそれではないんですね。というわけでこれが完成図ですね。そのこれが本来の状態ですね。これが本来の状態で、さらにこうできるようにですね、ここね、このワンアンドハーフ風ですね。まあ実際にここね、ここからティップからここまで、約30センチ、まあ正確には1298ミリにしてもらいましたね。なのでまあこの形状からだけ言うと、この変速3ピースになるんだけれども、別に3ピースにしたかったわけじゃないと、別にね、このバットジョイントにできる必要なかったからね、またグリップジョイントか、まあそれはな、もともとなってるということで、まあまあここまあまあここも外せます。でまあまあ僕はこうした方をね、ワンアンドハーフ風にしたかったというね、別にそのセンターカットにこだわってないのでね。でこういう感じ、イエーイ。で実際そのなんもない状態、まあこれはもうインロー紙に入れてもらって、こうつげるようにしたね、してもらった12,000円、ここだけで、これ12,000円、これなんでそんな12,000円もすんねんと思うんだけれども、それは仕方ないね。で一方自分でその12,000円の予算でこれができるかって言ったら、多分無理だねという。風吹いてきた。はいはいはい。でまあ芯足してしまったら、ちょっと使用感変わるかなと思ったけれども、そうでもなかったわ。悪くないね。このグッグッ、この曲げた時にこのへこって曲がるんじゃなくて、ちょっとグーって、その曲げてんのは今ね、力入れてるのティップだけれども、このまあまあわかるかわかんないんだけれどもね、このベリーからバットにかけて、ちゃんとその力伝えてるって感じ、曲がりながら、それが好きなんですね。そのまあこういう感じでね、その自分、まあ今のところ自分にとって理想のロッド、スティーズ旧トップガンを抜かして、さらにまあ理想の一本かなと思えるものに出会って、思うのはそのエアエッジですね。エアエッジ、あの2万、まあまあ2万円までの竿かな、あれ買ったの、1万6000か1万8000とかそんなんだっけ。さすがにそのね、何が違うんだろうって、さすがに明確に分かるようになったかなというのが、そのエアエッジに関してはね、その曲がるとこ曲がる、曲がらないとこ全く曲がらないんですね、っていう、そういう風になってる。まあそういう風にね、だからここでもね、曲げようと思ったら曲がるんですよ。もちろんエアエッジでも曲がるんだけれども、その曲がり方っていうのが全然違うんですね。その曲がらないとね、思えるとこでも結構曲がるんですね、グーって。ちょっとわかるかわかんないけどね。に対してエアエッジマジで曲がらないからね。その曲がるとこ、曲がらないとこっていうセクションで分かれてるって感じかな。で一方ね、まあスティーズの、まあスティーズも全部も、まあ、全部持ってるところか、数本持ってるだけだからね。あれに関してはね、本当にその硬いところ曲がるんですね、あれね。そのどう言ったらいいんだろう、粘り動向っていうわけじゃなくて、なんだろうっていう感じかな。まあ曲がるんですね。はい、説明になってないなって感じかな。はいはい。でですね、これで以降何をお話ししたいかというと、まあここに12,000円かけたっていうのと、あとね、新品ですよ、本当に水鏡だなと思うんだけれども、ここトップガイド、ここから1番ガイドって呼ぶんだよね。1番2番3番4番ここも変えてもらいました。新品ながらね。なのでこれ2,000円、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 ここだけで8,000円8,000円ですよ、8,000円で12,000円で、まあ合計2万円ですね。3万円の差を新品で買って2万円足したという、足してまあ強度的には劣化させてるという。まあ僕的には別に劣化してると思わないし、別に折れたきゃ折れろって感じなんだけれどもね、うん、別に自分で改造したわけじゃなくて、人に任せたわけだから、折れたら人のせいという感じですね。まあまあまあ、まあ別にそういう折りたいと思って使うわけじゃないしね、別に
俺だから言うて別にクレームつけたいとかそういうことわけじゃないんだよね。要するにそんな次元では折れないってことです。はい。で、そこまでまあまあですね、このガイドをわざわざここね、ここ8000円かけてまで変えた理由っていうのがですね、僕最近使ってるね、最近って言ってももう数年来使ってて、かつその調光回数いってないし、ね、全然なんだけれども、ですね、その、本来は投げ釣り用のやつなんだけれども、はい、これリールですね。リールつけて、この、僕気に入って使ってるこのスナップですね。これね。このスナップ、名前を、あるかな。はい。はい、こんな名前なんだけれども、このスナップ使ってます。サイズがこの SML ある中で L 使ってます。っていうのは S はちっちゃくて、その、強度が確か10キロくらいしかないのかな。で、M で20キロ、で、L で30キロの強度。強度って言ってもいろいろ強度があるけど、まあ強い方が強いだろうということで、L 使ってます。で、まあまあ、とりあえずその、今開いてるか閉じるね。閉じて、まあこの状態ですね。リールの方のドラッグはゆるゆるで、ね、別にクラッチ切るわけでもなく。で、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、お、ガイド10個あるんだね。というふうにこう、こう通せるんですね。ね、スナップだけを持って、スナップつない状態でこう通せると。で、今通した、ね、通した動作っていうのはこの暗がりでできるんですね。ロッドをこうね、伝って、こう暗がりでできるんで、リールにさえで、あらかじめスナップつけてれば、なんていうんですかね、もうすぐに通せるんですね。その、なんもない状態、糸だけ通そうと思ったら、まあ、暗がりで通そうと思っても、まあ、慣れてる人だって、ほんまに慣れてる気違いの人だったら別になんて、なんでもないんだろうけれども、僕はそんなことしたくないので、一応これできるようにしてます。っていう前提で、なんていうかな、その、買った状態だとね、この、他の、まあまあ、ロッドもそうなんだけれども、その、通るところと、ガイド通る、このスナップが通ってくれる系のガイド、通ってくれないところがあってね、その、今回変えてもらったこの4つ、一番このロッドに関しては、ね、この BLXSG681MH、MFB に関しては、1番ガイドから4番ガイド、ここがこの、さっきのスナップの L サイズ通ってくれない系のガイドがついていたので、これ変えてもらいました。で、変えてもらうにあたってこのスレッドですね。で、スレッドに関してはこのスピンストライプね、なしで黒っていう風にお願いしたんで、ここだけ黒になってます。変更点だけここもね、このインローのとこもこの補強ですね、ここも黒だけにしてもらってるので、まあスレッドでそのピンストライプついてないところは変更というふうに分かるようにしました。まあ自己満足なんだけれども。ね。って感じですね。で、なんでこのスナップにこだわってるのかというと、このスナップ結構ね、その、投げ釣り用なんだけれども、どうしようかな。投げないからまあいいんだけどね。投げ釣り用でありながら、別に、ルアーズに使ってて、今んとこその、乗されたどころか別に、普通に使えてるから使ってるみたいなのと、あとはね、これは、わかるかな、このコッキー、スティーズのコッキーね、これ、スティーズカバーチャター。これは、2分の1オンスなんだけれども、2分の1、8、まあ、8分の3オンスか。まあ、4分の1オンスはできないんだけれども、このスナップね、まあ、慣れてしまうと別に暗がりでもね、ちょっとやりづらいんだけれどもね、明るいところでも、こう、よいしょ。うん。つけられるんですよ。ね。で、まあ、アクションも、まあ、魚釣れてた頃は釣れてたからね、特にこのスナップ形状だからといって、その、おそらくその超過には影響ないんだろうなってところで、こういうふうにつけられるんですよ。で、外すときもそんなに、まあ、暗がりでガシャガシャしてるうちに、まあ、外れてくれるって感じで、ね、よいしょ。たまになんかの癖で外しづらいときあるんだけれども、そんなに、まあ、手間かからないんですね。じゃあ次どうしようかなって、ね、暗がりでもこちゃこちゃしてるうちに、まあ、こう外せてしまうので、非常に便利なんですね。その、ガイドも
通せて、まあ、通せるようにガイド変えてもらったんだけれども、まあ、ガイドも引っかからず、まあ、ルアーの着脱も困らないという。で、スムアップ。で、これが非常に便利なんですね。で、今のが、これが、この、まあ、チャタのブレードですね。ブレードの穴。このスナップが止まってる穴のこの隙間の部分、さっき測ったらほど 1.0 ミリでしたね。1.0 ミリ。まあ、これは余裕と。で、一方その 1.2 ミリの、で、この使ってないお魚ちゃん、お魚、ギリ型のこのルアーちゃん。これも別に余裕なんですね。1.2 ミリ。まあ、余裕持っていけるんですね。まあ、こういう、まあまあ、ビッグベイですよね。まあまあ。どちらかというとギルベイトとかスイムベイトの部類に入るサイズってかクラスかもしれないけれども、まあ、一応その適切ではないんだけれどもパッと付け替えてね試すことはできるというふうな、ね、非常に便利なスナップですね。うん、だから本格的にやるやったらもっとガチガチのやつを使うべきかもしれないんだけれども、まあとりあえずその付けられなくはないということですね。で一方そのさっきのねどれや、あ、いたいたいた、フックさせたいって、でこのサイズ、この M と L の違いっていうのが次のこのもうちょっとさらにこの、ね、こんなところにフックつけてみたけれども全く使ってないこのねルアーちゃんね、はいね、グルシューター160、ねさっきのスナップね M のスナップのままだとここつけられないんですよ。これもね、一応つけられるんだけれども、まあ、ちょっと若干浮いてるんですよね。ここの、この、なんて言うんだっけ、ここのとこ、ラインアイか。ここのとこ、先測ったから 1.7 ミリ。1.7 ミリこれと、まあ、1.7 ミリとギリギリこの L つくかなっていう感じ。ギリギリ、あくまでギリギリつけられる程度だから、まあ、その、やっぱりそのガチ仕様には向かないと思うんだけれども、今のとこ投げてる限り、で、これすっぽ抜けたことも、ほどけたこともないし、ね、M だったらそもそもね、この状態が閉まんないんですよ、M の場合。ね、閉まんない上に L よりか強度が弱いということで、その、あれなんだけれども、L だったら一応この止まってくれるというね、うん。まあ、閉まってくれるって感じで、まあ、使うのは適切でないかもしれないんだけれども、という、もちろんこの別にこのロッドと、このブルーシューター使いたいわけじゃないからね、まあ、それはあくまで、スナップとの、まあまあ、適合の問題だから、あれなんだけれども、まあまあ、まあ、そういうふうに便利なスナップということで、まあ、本筋から逸れてしまったけれども、まあ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 、このロッド、ね、いいよねって感じ、はい、思った。重たい言うてもね、その、やっぱティップだけがへこって曲がってしまうやつだったら、このまま、へーってするにも、へーって何？まあ、キャストしようとするにも、本当にそのティップ暴れんだけれども、まあ、これ初めて今こうつけてみてるけど、暴れないよね。いや、もちろん、その、使うという前提では、その、向いてる竿じゃないんだけれども、別に投げるだけ、まあ、試し投げするだけ、まあ、なんか釣れないし適当にもうなんか遊ぼうかっていう時に、まあ、適当にブルシューターつけて別にえーってする分には別に困んないなっていうのは今思ったかなって感じです。はい、まあ、ガチガチの竿でもこの手投げづらいんだけどねっていう、はい、でまあそんな感じかな。なんとなくそのブルーシューター持ってて、ブルーシューターのチビじゃなくて、この、まあ一応160やったら、まあまあフルサイズになるのかな。で、重さは、なんぼだったっけ、これ、90グラムぐらいあったっけ、もっと、まあ90グラム弱ぐらいまであったっけ、そんぐらいまでだったら別にねっていう、まあまあ、そんぐらい適当にね、遊ぶだけ、遊ぶっていうか適当に、バイーンって投げて、バシャーンと落として、適当に泳がすだけだったら別にできる竿っていう感じなのかなってとこかな。はい。他にお話することないね。ないね。はい。で、その、預けに出した際にね、このフックキーパーどうしようかなって、ね、その、邪魔だから取ってくださいってお願いすることも考えたんだけれどもね、その、まあ、個人的にこんなとこ使わないからね。けれども、まあ、どうかな。まあ、キャストするときにね、こうキャストする、まあ、僕の場合、こうキャストするのかな。こう、キャストする場合と、こう、ここ、ここを持つときとここを持つときがあるんだけれども、このここを持つときにこの人差し指こうふって引っ掛ける際のこの目安に、その
手探りの感触のここにこうフックキーパーがあってこうだなっていうのを分かるかなっていうことで残し、まあまあ取ってくださいとは依頼しませんでした。なのでこう暗がりでもこうキャストしてるときになんとなくこの辺っていうよりもここに明確にこのちゃんと持たないと痛いのでね、痛くないところでここあここってあここここって感じでまあ目安になるかなと思って、まあその選択が吉と出るか凶と出るかってところかな。はい、まあ別に。であとは個人的にこれダサいんだけどね、どう思います？これテーパーかかってます、テーパーかかってます、まっすぐこっちテーパーかけてよちょっとみたいな、だからちょっとこれまっすぐっていうのダサいかなって、そもそもまあかっこいいもダサいもっていうデザインでもあるんだけれどもね、そういう問うデザインじゃないっていうところではあるんだけれども、まあで、ね、この 3D クロス 3DX の模様かと、まあ、ここまでか、ここまで 3D クロス入ってるのかな。でここから先が、X トルクで、X トルク、ね、X45、X45 だけなんだな。まあそんな感じのロットで、まあ一応まあまああらゆる差を使った後だったらもしかしたらかまあまあ評価というか表現の方法が変わるのか知らないんですけれども、いくつかのロッドだけ持ってて、で先にそのモアザンの 73HBW っていう差を持ってるものとしては、それも確か HVF で、ね、ここまで 3D クロス入ってる、まあ、ロッドなんですけれども、そのモアザン 73HB のライト版っていう感じかなと思ってます。それよりかはまあまあそのもうちょっとベリーまで曲がってくれるっていう感じでね。でまあモアザー 73HB 自体がその片手キャストするロッドではないので、に対してこれはもうライトな感じでいいかなということで、まあ適合が、32分の7から8分の7オンスってグラムで書いてお願いっていう感じだけれども、まあまあまあその両手で、まあ両手で持って使うロッドっていうのはもうすでに持ってて、でより軽いものに関してはそのとりあえずその、まあ、まあまあ今のところ使ってないしね、使う今後いく使うあれもないんだろうけど、一応そのスティーズの、ハーミットを持ってまして、その間を埋めるロッドですねとして、そのまあまあまあ、スティーズの旧トップガンとかその、なんだハートランドのロドリコラブの RR17 リアルバーサタイルとかをまあまあ試してみてはいたんだけれども、結局まあ一長一短というか短の方がでかかったということで、どうしようかなと思ってる折にこれが見つかってくれて、あこれならいけるかなっていう感じですね。うん、はい。とそれぞれの今までのロッドもそれぞれそういうふうに期待しつつダメだったっていうのがあるから、もしかしてこれもダメかもしれないんだけれども、今のところその今までそのいくつか使ってたロッドのうちそのあこれあかんこれダメだなって思ってたとこそういう欠点に関してはこれに、ね、このロッド1本このロッド1本に関してはないのでね、その高負荷かけた時にそのスティーズの旧トップガンだったらこのねこのレールシートがぐにゃんぐにゃん曲がるで、ロドリコラボのハートランドの、リアルバーサタイルに関してはそれね、R 表記やけれどもそのアクションはファストというわけわからんファストというっていうところで使いづらかった のが、まあ、このロットにはないということで、さあどうなることでしょうか。まあまあ世間はまあまあ言わずもがなコロスケの影響でね外出自粛というふうな前提でありますので、僕もねおいそれとそのね釣り行ってきましたっていうふうに言うわけにはいかないんだけれども、まあ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 そんな感じですね。余計なことは言うべきじゃないかな。ねまあまあついでに言うときますとね、余計なことを外出するとね絶対お前らトイレ行くよね。まあ外出するっていうのはその近場に行って帰ってくるってことじゃないから、絶対そのまあその日帰り限定ではないよね。ということは絶対出先でトイレ行くよね、公衆トイレ行くよね。公衆じゃなくても自分専用のトイレっていうのはありえないわけだから、トイレに行くイコールまあ濃厚接触になるわけですね。で
手の乾燥機ブエーって、あれは別に今回のことに関係なく空気もう汚しまくるもんというふうなものとしてね、一応認知はされていたはずだから、公衆トイレ行くイコールね、濃厚接触なわけですね。うん、その人と、まあまああくまでその殺すけっていうのは人々感染が前提なわけですからね。なんでそのまあまあその距離広げろ距離広げろってその言いますよね。まあ3密を避けろっていう。でその外出っていうのは別に人と密に、ね、密着しに行くわけじゃないんだけれども、外出控えろっていうのはつまりそういうことなんですね。絶対トイレ行くからね。じゃあトイレ行かなきゃいいのかっていうとそうでもないし、別にその男だったらその立ち署名したらいいってよくねえよね、軽犯罪だからね、軽犯罪法違反だからね。というわけで、そのまあある意味僕に関してはね、その釣りに行くにしてもね、まあ最寄りの川行って尿意を催し次第帰って、リアルガチ帰ってこれる距離なんで、だからまあ僕に関してはね、そのまあピンで釣りしてね、で証明したくなったら帰ってくる。でまあ一応その何て言うかな、殺す系をね、その何て拾ってしまうようなことからはその距離を置けるという風な環境ではあるんだけれども、だからといってね、釣り行くか行かへんか、行きたいか行きたくないかっていうのはまあ別なわけですね。うん、まあね、明日のことどころか、来年のことどころか、今日のところも分かんないところだけれども、まあ、なんとかね、そういう、まあ、そのコロスケの、コロスケかのね、状況からは、ね、なんとか、その良いふうに出せられたらいいなとは思う日々でありますね。まあ、そんなところですね。はい、終わっておきましょうかね。はい、26分。はい。